はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3では続きをやっていきたいと思います。では早速ですけれども、まずはバハラタに飛びましょう。で、人さらい関係のイベントを進めていきます。まあ、前回はねちょっと行かなかったんですけれども、こっちの下の方に人がいるんで、っていうか左のおっさんなんだこいつ。ああタニア、僕の愛しき人、旅の人、まあ聞いてくだされ。わしの可愛い娘タニアが悪党どもにさらわれてしまったのじゃ。そこによる若者がタニアの恋人のグプタ。わしは二人を結婚させ店を任せようと思ったのに、あんたらは強そうじゃな。どうかタニアを助け、僕が来ます。何、見ず知らずの旅の人に頼むなんて。待っててください、きっとタニアを助け出してきます。グプタ。おお、この上グプタまで捕まってしまったら、わしはこのおじいさんはあれだね、結婚には賛成なんだね。娘はやらんみたいな、そんな感じではないね。聖なる川の流れで身を清めています。やがて授かる赤ちゃんがどうか元気に生まれますように。このためにはるばる旅をしてきたのです。この聖なる川の水は飲み水になるだけではなく、魔除けの力も持っているとか。聖水かね、聖水って飲めんのまあこの水が聖水かどうかはちょっとわかんないですけど。離力の杖はマジックパワーの力を攻撃力に変えて敵を攻撃する武器だ。使うたびマジックパワーを使うが、魔法を封じられたときこれで叩くと良いだろう。ではこの右上の洞窟に行きます。ハンターフライ、これはまあ普通に全員攻撃でいいでしょう。アカネちゃん早いね、星降る腕輪を装備してるからか。マジックパワーはねやっぱり取っておきたいんだよね。またボスがいるんで、まあ人さらいなんですけど、キリア出たか、デスジャッカル、これどうしようかな。カネちゃんギラでも唱えておく。4か、うお結構食らうね。防具は割と揃えたつもりなんだけど、で、この洞窟はねちょっと似たような構造が続くんですけど、盗賊の花で6個か、それなりにあるね。上から攻めていきましょう。進むルートはね下の方なんですけど、宝箱は取っておきたいんで、352円。うわ、人食い箱か。これどうだ、ミックスは耐えられないな。ゆずちゃんかももちゃんとかだったら耐えられる気がするけど、とりあえずシャドウとなよう。こう、残った。20、38、これで倒せるか。攻撃力的にはよし、倒した。あっぷんね。いやこれただちょっと一旦満タンにするか。ベホイミがないのがちょっときついね。これ大丈夫か。小さなメダル、よしよしよし。これは132円。人食い箱来た。どうする。アカネちゃんとかちょっと危ないよな、食らうと。まあいいや、一ターンで倒せれば。おお、かわした、マジか、すげえ。頼む、これで、よしよしよし。火力が上がってるからね。人食い箱さ、もうちょっと持っててもいいよね、経験値とか。キャットフライがいるのか。キャットフライがね、フライフライだし、ハンターフライなのかキャットフライなのかみたいな。イオが先に入るかな。マホトーンが怖いんだよね。まあイオが最初に来たけど効かなかった。危ない危ない、もういいよマホトーンは。大丈夫大丈夫、むしろダメージを食らわない分だけ全然ウェルカム。
いいね。で、あと何個だ、何個取ったもう一回唱えよう。あと1個か。これどうしようかな。こうやって見ていくか。ワンフロアずつこう流れるように見ていきましょう。で、下の階層に行って、これ右は確かあれだよね、来たところだよね。怪しい影もどうすっかな。いい音なるか。ゴーベギラマやばい、早急に排除しなくては。怪しい影ってそういえば確かあれなんだよね、そのモンスターのうち誰かがランダムになってるっていう。だベギラマを使ってくるモンスターなんだけど、ちょっと怪しい影になってるっていう。だ毎回毎回怪しい影は個体が違うんですよ。ベホイミを唱えてくるマジか。ここら辺でそんなやついたか。おお、それなりに持ってるね。さすがに結構強いやつだったのか。そうで、こっから来て、あとはまあ一個ずつしらみつぶしでいきましょう。行き止まりで左を見て行き止まり、これもまた一番右まで行きますと笑い袋。幻術師とかってあれかね、ベギラも唱えてくるのかね。ちょっとベギラも唱えよう。怖い。幻術師はマヌーサとかだよね。笑い袋がマヌーサ。うわー、ミカミックスかー、やられたー。よし、当たって。全然当たるね。ベギラももったいなかったな。もうマジッパ40だからね。金は持ってね、笑い袋がね、金持ってるんですよね。あ、なんかいる。この洞窟で迷ってもう何年になるだろうか。そんなにいるの南にまっすぐ突き当たりの暗闇の方へ男が入っていくのを見たので、そちらへ行ってみたら、暗闇の向こうから何やら鍵をかけるような音が聞こえたのだが。はあ、何年もこの洞窟にいるの。どうやって生き延びてきたんだ。食料とか水とか。右に行って、あとはまた一番左まで行きましょう。あと1個だからね、宝箱。これは取っておきたいな。ないけど。あー、あったあったあった。待ってよ、これまた人食い箱だったらやばいからな。スタミナ、なんか珍しいね、スタミナの種って。怪しい影、これもな、ちょっと怖いんだよね。普通のギラにしておくか。まあ、ゆずちゃんとミカミックスが先手を取ってくれれば全然いいけど。よし、マジックパワーは使わずに済んだな。でゆずちゃんのさ、マジックパワーが半端ないよな。で、あとはもう階段を降りれば大丈夫か。さて、ここも一応見とくか。6個結構あるね。4つ。素早さの種、賢さの種、力の種、命の木の実。全部種系だったな。あとでミカミックスに使いますか、全部。で、こっちは？おー、いるね。なんだおめえらは、ひょっとして俺たちの仲間になりてえのか？仲間には別になりたくないからね。じゃあ通すわけにはいかねえな。やっちまえ！神田タコ分。え、これってさ、なんか魔法効くか、大丈夫かいいや、ベギラマ使おう。全力でいく。全身を装備で固めてるね。身の代金で買ったのかな。鋼の剣、鋼の鎧とかだったらだいぶ硬いよね。ベギラマ通るか。くらえ。よし、よし、まだ生きてるか。しぶとい。ただ攻撃力はそこまでは強くない。その後神田のね、古文じゃなくてまた神田と戦わなきゃいけないから、
レギュラーも取っとこう。だいぶ減らしてるでしょ。よしよしよし、あとはミックスがブーメランを投げればだいぶ片付くはず。でももちゃんが取りこぼしを倒せば OKOKOK。少しももちゃんのマジックパワーが減ってるね。100 少んな。でちょっと待って、宝が先、ここら辺ないかな。何もない、剣が飾られている盾。え、ちょっと待って、あと2つあるよね。あの牢屋の中かな。突き当たりの壁にこの扉を開けるレバーがあるはずだ。どうかそのレバーを助けてください。私バハラタの町からさらわれたタニアです。タニアちゃんだけさ助ければよくね。突き当たりの壁ってどこあ、これか。2つとも開いてしまうのか。もうグプタとかはな、牢に閉じ込められてればよかったのに、まあ、先に調べよう。ラックの種で右側。おい、ちょっと待って、イベントが始まってしまった。ああ、グプタ私たち帰れんのね、行こうみたいなありがとう勇者さん。なぜ俺が勇者だと分かった。これってリレミトでさ出れんのかねいや一応ねボスがいるんですよ。で満タンにしとくか。よし、キャー、ふふふ、俺様が帰ってきたからには逃がしゃしねえぜ。あれ、普通に話せるのか。僕はどうなってもいい、どうかタニアを助けて勇者さん。自分で何とかするんだ、人にばっかり頼ってちゃ強く生きれないよ。ここに剣がある、まずこの剣が2本あるから君たちに分け与えよう。そしてここに盾が1個ある。盾はそうだね、君が持って前線で戦うんだ。でタニアは後ろからこの道具袋の中に入っている薬草を入れておこう。それで援護するといい。じゃあ神田と戦おうか。ん、なんだこんな奴らをさらってきた覚えは。うぬぬ、誰かと思えばまたうぬらかうぬらって言うんだ、しつこい奴らめ。だから今度は負けはせんぞ。神田だ。まずはやっぱり古文から始末するか。これどうしようかな、一回ベギラモンを唱えておこう。神田た古文、ちょっと待って、その前にまあ自分とゆずちゃんは攻撃するとして、マヌーサだな、マヌーサを神田たに唱えておこう。で神田た古文で、その間に古文を倒す。ベギラモンはもう2回唱えよう。これはそれなりに食らうね。どうだ、効かなかったか。もうラリフォーとかも効かないと思うからね。ルカ2でじゃあ下げとく。でベギロマとなればもう簡単の古文は大丈夫でしょう。でブーメランで簡単な古文も OK。ルカには1回でいいか。70だいぶ下がったね。ももちゃんも攻撃してベギラまで行こう。ここはもう攻撃あるのみだ。大丈夫大丈夫、全然余裕だな。もうこれは見えてきたね。ヒットポイントはちょい高めか。おお、まだ生きてゴッダメージを食らう。スクルトを唱えておけば、ちょっと待ってね、あかねちゃんリレミト分を残しておきたいんだよね。ってことは防御でいいや、無理に攻撃するよりは。何、まだ生きてるか、やるな。これはちょっとももちゃん毎回ホーミーでいくか。さすが神田た親分だけあってやるね。ここはちょっと3人とも攻撃、このターンで蹴りをつけたい。
わまだ生きてる。よーし、1250。さすがに経験値は持ってるね。メタルスライムくらい持ってる。ゆずちゃんもレベルアップ。今日すげえ上がり方がいいなー。やっぱりももちゃんはレベル15。マジックパーしか上がらない。ようやくベホイミ、キアリク、アカネちゃんも15と。参った、やっぱりあんたにはかなわねえ。頼む、これっきり心を入れ替えるから許してくれよな。まあ本来こういうやつは許さないんだけど、しょうがない、許してやろう。じゃああんたも元気でな。こんな姿見せたらさ、なんで許したんですかって責められそうだけど、ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。さあ帰ろう、タニア。え、あなたってまだ結婚してないんじゃないの？どうか後でバハラタの町へ寄ってください。では、まあ、俺らはさ、リレミトとルーラで帰るけどさ、あいつら歩いて帰るんでしょ？もしかしたら途中でモンスターにやられるかもしれないからね。絶対、しかも俺の方が早いし、これリレミトでルーラでしょ。さて、じゃあ下に行きましょう。いるね、早いね。どうやって書いたんだこいつら。いらっしゃい、ここは胡椒の店です。いやいや、あなた方は。僕です、クプタです。胡椒お求めですか？はい、では差し上げましょう。お金なんてとんでもない。よーし、黒胡椒ゲット。お気をつけて、ダーマの神殿は北の山奥だそうです。いや別にダーマを目指してるわけじゃないからね。おかげで買うことができた。どうもありがとう。よく俺が助けたっていうこと知ってんな、あの剣士くんは。寝てるしこいつ。話を聞きましたぞ。なんとお礼を言っていいのやら。こうして楽ができるのもあんたらのおかげじゃ。礼を言いますぞ。自分勝手だなこいつは。あ、勇者さん、助けていただいて本当にありがとうございました。おかげで私たちおじいちゃんからお店を譲ってもらったんです。譲ってもらったのか。店を譲ってもらったらさ、絶対贈与税がかかるよね。ちゃんと税金払ったのかな。しかも黒胡椒って、まあ、この世界では結構儲かりそうですからね。じゃあとりあえず寝て、まあ、北にダーマ神殿があるんですけど、どうしようかな。ダーマ神殿とりあえずルーラで登録はしておくか。でレベル的には15レベルか。全然転職はできないですね。転職はね、20レベルにならないとできないんで。じゃあ一旦ダーマに行きます。デスジャッカル、これはもう全力で行こう。てかもうあれだな、ガンガン行こう。全集全員。ビードちゃんヒットポイント100超えたね。ベギラマ、そりゃベギラマ使うでしょう。いや強いわベギラマ本当に。だいぶ戦闘がはかどるね。でね、ダーマ神殿のね、上の方、うわ、キラーエープとか出てくるか。メタルスライムもね、出てくるんですよね。メタルスライムが出てきたら、アカネちゃんに毒針を装備させたいね。ワンチャン狙って。で、さらにその上の塔に行くと、賢者になれる悟りの書がある、ダンジョンがあるんですけど、まあ、それはもうちょっとだけ先かな。結局20レベルにならないと転職ができないんで。でこれはアカネちゃんを転職させる方向でいいかな。メラなかなか効率よくやってくれんね。で、ダーマ神殿によく来たと。レベル6の記録とか別に消えてもいいよ。まあせっかくなんでダーマ覗いていきますか。宝箱は1個か。私は武闘家になろうと思ってます。こいつはみんなレベル20以上あんのかな。僕は商人になってお金儲けをしたいな。すっぴんっていうのがないからね。私魔法使いになるの。
わしはピチピチの小ギャルになりたいの。小ギャルとかいつの時代設定だよ。転職をして前の職業の経験値をなくしても、それまでやってきたことはどこかに生かされるだろう。ただし僧侶は戦士になり、また僧侶に戻った時もレベル1からの修行となるのだ。故にあまり頻繁に転職を繰り返すと無駄が多くなってしまうだろう。もっとも転職すると初めはレベルがポンポン上がるので苦ではないがな。あ、確かにそうなんだけどさ、それでも遅れるからね。魔法使いが戦士になれば魔法も使える戦士に。ただしレベル1から修行になるので全員いっぺんに転職させるのは考えものだ。一度に転職させるのは1人か2人がいいだろう。例えば初めてなら僧侶を武闘家に、戦士を僧侶にというのもいいだろう。回復呪文を唱える仲間が2人いるのは心強いぞ。しかも武闘家なら素早く唱えられるしな。で、話すだけ話すか。ここは転職を司るダーマ神殿、職業を変えたい者が来るところじゃ。転職をご希望か。はい。まあ、とりあえずやろうとしても一人前の魔法使いになっていない。未熟者の分際でもう職業を変えたいとは何事じゃ。怒られちったよ。厳しいね。そうか。で、なんか左の方にね、変なおばさんだっけ見えたんで、ちょっと話しましょう。わしは命名神マリナン様に仕える神官じゃ。お主たちの中で今の名前を変えたい者がいたらわしに言うがよ。ああ、なるほどね、名前を変えられるのか。まあ、気分は変わりますよね、名前を変えると。あとはね、アイテムよ、アイテム1個どっかに落っこってるみたいなんで、それを探し当てたいんだけど、こっちの端の方とかに、うわ出たか。もう落っこってる系になるとわからないからな。まあとりあえず2階に行きますか。じゃあ、ちなみにここはない。ちょっと待って。はるか東の海にはジパングと呼ばれる黄金の国があるそうです。もしその話が本当なら何としても行ってみたいものですね。まあ、ジパングはそんな黄金の国とかじゃないからね。よーし。宝1個。もうちょっとだけ探索してなければ諦めよう。ここら辺とかはないね。そうするとこの神殿の中か、怪しいところ、この像の前とか。像の前後は調べるか。ない。おお、小さなメダル。よしよしよし。じゃあ、ポルトガに行きましょう。で、黒胡椒を渡して、船をゲットします。まあ黒胡椒とね、船が交換できるなんて、まさにわらしべ長者だ。でもこの国ではね、胡椒は黄金に等しいって言ってたからね。おお、そなたは確か東の地に胡椒を求めて旅に出たミックスじゃったな。してどうじゃったのじゃ。やはりダメであったろう。なんと持ち帰ったじゃと。おお、これはまさしく黒胡椒。よくやったぞミックス。さぞや危険な旅であったろう。よくぞ成し遂げた。その勇気こそ誠の勇者のものじゃ。みんなさ、ほんと自分の私利私欲のために勇者勇者って言ってくるような。約束通りそなたに船を与えよう。表に出るがよい。お前にはもう話しかけん。船だけもらえればそれでいい。お、ここにあるのか。お、勝手に動いてった。で、まあ、ドラクエはね、船を手に入れるとやたら行動範囲が広くなるからね。とりあえず近くの祠に来て情報を仕入れたいんだけど、何をするのかがね、分からなくなるからね。正直行けるところが広すぎると。この荒くれ者、神畳みたいなやつだけど、この灯台に来たのは正解だったぜ。海の男の俺様が世界のことを教えてやる。ここから南陸に沿って船を漕げば、やがてテドンの岬を回るだろう。そしてテドンの岬からずっと東に行けばランシール、さらにアリアハン大陸、アリアハン大陸からずっと北へ船で行くと黄金の国ジパングで、世界のどっかにある6つのオーブを集めた者は船を必要としなくなるって話だ。とにかく南に行ってみな。
おっと、それから今の俺の言葉をよく心に刻み込んでおけよ。まあ、確かにさ、なんでこいつがそんなこと知ってるんだっていうのはあるけど、当面の目的は6つのオーブを集めることですね。で、世界を回ると。一応盗賊の花かけをない。こういうところにはないよな。さすがにあったらちょっとめんどくさい。一応1個ずつ見てこう。小さなメダルはね、本当に1枚でも貴重だからな。ここも見るか。間違えた。ポルトガの灯台の1階、宝はなしと。で、ここは開けられないので、じゃあテドンに行きますか。まずはいろいろと行けるところがあるんですけど、この大陸はどこ？イシスの大陸か。おお、なんかすげえ波がすごくないかこれ。船大丈夫？うお、レギュラー持ってないか。イオがよかったのにな。まんまん、しかも効かねえし。うわ、スクルトも唱えてくんのかよ。マリンスライムは硬いよね。メラでどうにかなるのか。効かないし。まあ、効くこともあるんだろう。テドンの岬とか言うけどさ、ちょっとわからんよな。あ、これあの祠ってこと。レギュラーマ効くのか、本当に。マーマンに。よし、当たった。おー、全員当たったね。バギ、そういやバギなんて覚えたな。おー、本当に効率重視できたね。じゃあまずはここに寄ってみますか。ここは迷える船人が立ち寄る小さな教会。昔はテドンの村人たちもよく来ていました。でも今は。こいつはどうせ大したこと言ってこないでしょ。ここ入ってみる。もう旅の扉とかどこに通じてるとかな、全然覚えてないからな。え、無理だしここ。そう、最後の鍵がないとね、どうにもならないからね。最初の方にも最後の鍵を手に入れちゃうっていうのもありかもしれないな。そうすると、なんだっけ、乾きの壺とかだっけ。まあとりあえず、じゃあここは教会だけなんで、中に入っていくか。あれがバラモス城ですね。で、ここか、テドンの村は。ようこそテドンの村へ。テドンの岬を東に回り、陸沿いにさらに川を登ると左手に火山が見えるだろう。その火山こそがネクロゴンドへの鍵。しかしよほどの強者でもない限り、火口には近づかぬ方が身のためだろうと。こんな夜更けに、で、テドンの村って確か滅ぼされてるんですよ。もうボロボロなんですけど、この村。要はバラモス城の近くなんで。で、2個お宝があるんだけど、夜になるとなぜか村人が復活するっていう。魔王は北の山奥ネクロゴンドにいるそうです。近いせいかここまで邪悪な空気が漂っているように感じます。ああ、空を飛べたらどんなに素敵かしら。で、寝るとちょっとあれになっちゃうんで、ここは牢獄、立ち去られよ。まあ、開けられん。うわー、良いか旅の方、まず牢屋の扉を思い開く。最後の鍵を見つけられよ。バハラタの遥か南の島ランシールに行くよ。何もない。55円。で、命の木の実棺桶、死んでるような生きてるような、しかしやはりただの屍。他はもう宝はないか。じゃあな。で、他話してないやつ、あの囚人には話しかけられないから、こいつは話、なんだっけ、
たとえ魔王が攻めてこようとも、わしらは自分たちの村を守るぞいと。なんか売ってる？マジカルスカート1500円。え、安くないか？マジカルスカート安いね。魔法の鎧とか欲しいな。とんがり帽子、ももちゃんが装備できる。結構上がるね。魔法の方位とか多分ね、炎とか軽減してくれそうな気はするけど、まずはマジカルスカートが一番無難かな。魔法の方位はももちゃんに最終的に買うでしょ。じゃあ魔法の鎧でもいいのか。両方装備できるじゃん。とんがり帽子が安くていいね。これを、ももちゃんにやろう。で、もう少し金を貯めつつ、あと装備品も売るか。で、ちょっと寝ましょう。4円、安いね。で、こんな感じになると、あれみたいな。こいつは屍になっている。返事がない、ただの屍のようだ。しかし壁に落書きを見つけた。生きているうちに私が持っているオーブを誰かに渡したかったのに。ああそうか。ってことは夜になって牢屋で、この1個の宝ってさ、オーブのことかな、それともなんかどっか怒ってんのかな。まずはやっぱり最後の鍵だな。最後の鍵を早々に手に入れよう。で、この上も登ってみますか。おお、あれ、黒ずきん、いいね。返事がない、ただの屍のようだ。闇のランプ、まあこれでいつでも夜にできるんで。じゃあテドンはとりあえずこれでいっか。で、バハラタの南って言ってたっけ。バハラタから船に乗って、でちなみに下画面に地図があるんで、そうだね、南だね。ダイオウイカ、ダイオウイカ結構強いんだよね。もうガンガンいってるけど、いや、ヒットポイント高いねやっぱり。よーし、まずはランシールに行きますか。ではすげーいっぱいいるマリンスライムが。女王様とお呼び。いや、硬い硬い硬い。うお、ここでスクルトを唱えられると。ベギラマもね、絶対効くってわけじゃないからね。おお、バギか。いや、バギもそんなにも当たらない。いや、たまたまか。うわー、こんだけいれば確かにスクルト何人も唱えてくるよな。あとはベギラまでどれだけ倒せるか。効かない効かない。うーん、どうだろうね。3分の2くらいの確率ではなんか当たりそうだね。もう無理だ、攻撃じゃどうにもならん。ゲイ1で倒したし。ベギラマを使わないとダメか。そうか、ベギラマがそもそも入ってなかったからか。で、左に洞窟もあるんですけど、ちょっとまだ厳しいので、とりあえず寄りましょう。ランシールに、村は小さいけど神殿は大きいよ。だから訪れる人は結構多いんだ。私は最後の鍵を探して旅をしている。しかし鍵を手に入れるには壺が必要だという。一体どういうことだ。壺に鍵が入っているのだろうか。そういうヒントってどっから出てくるの。大金槌、誰も装備できない。パワーナックル、変わらない攻撃力が。どういうことだ。あ、三河市の服もいいね。三河市の服、鉄仮面。うーん、ビジネス、金が足りん。ここは道具屋ですと。道具屋は何かあったか。あ、消え去りそうか。おう、一応2個買っておこう。1個あればいいんだけど、なんとなく。で、そうか、消え去りそうでエチンビアへ行くんだ。クソ、大きな神殿ならどこにもないではないか。この村のどっかにあるはずだが、私の探し方がまだ甘いのであろうか。人に聞けよ。この村の人なら分かってんだろ。
私は道具屋の娘、消え去りそうかと言ってくださいな。消え去りそうはあなたの姿を見えなくちゃ不思議な草よ。持ってると便利なんだから。そうか、あとアイテム探索か、2個。どっちだ今。5円とかな。にゃーん、邪魔だマジでこの猫。よーし、小さなメダル。さて、そこから、ここに何個あるか。2個、割とあるね。ここは出ないっけ。出ないよね。こっちから行けばいいんで。でここには入れない。ここにも、あ、そもそも入れねえのか。この神殿から地球のへそと呼ばれる洞窟に行けるらしい。地図で見たときにちょうどお腹のあたりにあるから地球のへそと呼ばれているのさ。はあ、はあはあ。じゃあちょっとやっぱり最後の鍵がないと行動範囲がだいぶ狭いね。エジンビアってどっから行くんだっけ。ノアニールあたりのところかな。一旦船に乗って、ノアニールってだいぶ北にあるな、地図で見ると。割とすぐ夕方になるね。とりあえずマリンスナイムにダメージを与えておけば、あとはどうとでもなる。メラ、おお、でここに行きましょう。夜になっちゃったけど、あ、まだ夜にはなってないか。ここは由緒正しきエジンベアのお城。田舎者は帰れ帰れ、通してくれって言って通れないんで、消え去り草を使いましょう。消え去り草って誰が持ってる。ちょっと道具も一回整理した方がいいな。だいたいさ、目の前で消えてさ、なんとも思わないのかね。あれなんだろう、空耳かなって。これがあれば犯罪し放題だよな。ちょっと待って、人の話が聞けないんで。これ歩いてれば勝手に効果は切れるんで。やれやれ、お城の見回りも疲れるわい。一休み一休みとサボりだ。完全にサボってんな。こんにちは田舎の人って。なぜ俺が田舎の人だとわかる。この世界のどこかに海の水を干上がらせる壺があるそうです。え、この城に。そんな、まさかって。誰からその話聞いたの。その昔海に沈んだ祠があるそうです。今は浅瀬になっているとか。何か宝物が眠っていそうでワクワクしますな。まあ、それは確かにワクワクする、そういう話は。まあ、おっと、私聞いちゃった。あなた田舎者なんですってね。ふふふ。今度田舎の話を聞かせてほしいわ。そうだな、田舎の話か。池のほとりに佇んでおられるのがこの城のマーゴット姫でございます。どういうのが田舎の話かな。うちはあれなんですよね、コンビニに行くまで車で5分くらいかかんないとコンビニがないんで。歩いてコンビニに行けないところかな。まあ、歩いて行けるんですけど、歩くと超疲れるっていう。普段もうコンビニなんて、あ、なんか買いに行こうとは思わないですね。遥か西の海にはスー族という民族の住む新大陸があるそうじゃ。新大陸なんだ。わしは心の広い王様じゃ。田舎者とてそなたちをバカにせぬぞ。うん、いい王様だ、ありがとう。いいや、記憶しないで。ちょっと待って、あれはもう何代も前の王の頃から3つの岩の謎が解けなくてな。何が起こるかわしにもわからんのだわ、はっは。まあ、悪い王様ではないね、確かに。我が王は心の広い方だ。お主のようなものを、ん、田舎者でも話してくださるだろうと。あ、待って待って待って、アイテムチェックをしてない。こういう鼻のところはなんかありそうだからね。あ、ないか。おや、あなたが噂の田舎者ですか。ふむ、なるほど、確かに田舎者ですね。見た目がそうなのかな。何装備してたっけ。いや、でも鋼の鎧、魔法の盾、鉄兜ってさ、結構見た目はいいと思うんだけどね。で、あれ、こっから出ると
こいつに話そう。お、あんた見かけんかんだな、旅の人かい。はい。はっはっは、その格好を見ればすぐわかる。しかもちょっと田舎者だろうと。この荒くれ者は城の地下にある3つの石を青い床にうまく並べると何かが起こるらしいぜ。失敗した時は一度地下から出るとやり直せるって話だ。すげえ入っていくだよな。絶対さ、こいつの方が田舎者だよね、格好的に。何なんだ。これ城の上を経由しないといけないのか、ちょっとめんどくさいな。こっちの方には特に何にもないかな。一応見るか。うわ、2個。このフロアだからね。さっきのところなんかあったかな。いや、ちょっとチェックしとけばよかったな。で、このフロアにはないでしょ。で、ここは3個か。割とあるね。一応こういう花束ゾーンも見ておくか。ない。ここの花束ゾーンはないね。あそこの炭素を見よう。じゃあここは王様と姫様の寝室、みやみに入ってはなりません。こいつもずっか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 入ってくる。パーティードレス。何パーティードレスって。おしゃれなスーツ。これを着れば田舎者と言われん。っていうかさ、これ王様のスーツとさ、王様、王妃様のドレスだよね、どう考えても。宿女への道、少し乱れている。いやー、完全にパクってしまった。ちょっともう一回袋を整理しよう。王の手紙とかまだあるんだ。で、袋からパーティードレス。え、強くねえか。普通に。盗賊が装備できるのか。パーティードレスね。おしゃれなスーツは誰も装備できない。売ろう。宿女への道、性格が変わる。黒ずきんは、え、黒ずきん、あ、そっか、買ったの。え、どこどこで買った黒ずきんなんて。まあいいか。あとちょっとここら辺の種系も使っておきたいけど、一回袋をそもそも整理しよう。種別順だな。で、使っていっちゃおう。もう、種3つあんじゃん。1 2 2。素早さも使っていこう。素早さはな、もう本当に自分遅いからね。スタミナか。いや、自分に使おう。3 2 3。だ、賢さの種はさすがにあかねちゃんだな。あ、ミックスに使っちゃった。いいや。2、ラックの種、まあ自分だね。命の木の実、うわー、これもいいや、自分で。3 5 5も上がるんだ。不思議な木の実か。もう自分マジックパワー少ないからね。使おう。2、よし。で、あとはじゃあこの地下に行きますか。こっちは見たよね。あと宝はないと。ここか。これはね、もうさっぱりさすがに忘れたわ。ちょっと待ってね。これ一回下に下げる。ちょっと待って、いきなりもう間違えたかな。左で上で右、これ一回右にやろう。で右で上で、これはこっち。あー、これはちょっと待ってよ。こうで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 こうの、でこっちで、これを1個上げて、でこうで、こうの、おお、できたできたできた。扉が開いたぜ。奥へ行きましょう。さあ、何があるのか。宝箱、乾きの壺ゲット。一応王様に報告してみる。一回もそんなことしたことないんだけどさ、そのままパクって終わりだからね。おお、なんと溶けたのか。乾きの壺はそなたらにやろうみたいな、そんな感じになるのかな。まあ所詮は壺だからね。金目のものではないからね、この壺。
まずは普通に、あーまあいいや、セーブしよう、せっかくだし。ん、おお、地下の謎を解いたと申すか。ほうほう、乾きの壺とな。そういえば先々代の王が何か地下に隠したと言っておったな。まあ大した品ではあるまい、そなたにくれてやろう、わははと。まあ確かに使い道はないからね、他の人が。あとは宝が1個落ちているというここら辺のフロアを探そう。なんか、あの花束怪しい。僕知ってるよ、最後の鍵ってどこかの祠にあるんだよね。なんでみんなそんなこと知ってんの。よーし、小さなメダルゲット。これで、あと1個。向こう側か。いやー、向こう側行こう。もうエジンベアなんて来ることないからね、そもそも。乾きの壺さえ手に入れちゃえば。ちょっと面倒でもこれは行くしかない。あれ、どっから行くんだっけ。王様のところか、そういえば。でも取ったらルーラで行くんだけど、どこが一番近いんだ。こっちから降りて、いや、こことかにはないよな。どう考えても向こうの庭だよね、あるとすれば。さて、まずは花束ない、こっちの方あった。よし、小さなメダル。じゃあルーラで飛ぼう。どこだ、マジでわからんな。アリアハンに行くか。地図は見てるんで。で、こっちの方かな。ダイオウイカ、ベギラマ、よし、マリンスライム、とりあえず、あー、スクルト来たか。まあその前にダメージを与えてるからね、ミエラでなんとかなるはずだ。よし、いや違ったか、なんかここかなと思ったけど。これは何の祠だ。あれ、これ何、ここ、こんなんあったっけ。ここはルザミ、あー、なんか聞いたことあるね。あなた方の前に旅人が訪れたのはもう何年も前のことだったみたいな。盗賊の花、とりあえず宝よ、宝、モルザミとかそういうのはいいよ。宝があるかどうかっていうのが重要だからね。望遠鏡があるね、上に。ここは宝ない。地面は本当は丸くてぐるぐる回っているのです。地面が回っているからお星様やお日様が動いているように見えます。でも誰も信じてくれず、私はこの島に流されました。しかしそれでも地面は回っているのです。そして丸いのです。というわけで、この島より南に進むとすぐある北の、あ、ちょっと待って、南に進むとすぐにある北のってどういうこと。氷の大陸にはおかしな老人の住む小さな草原がありました。今でも住んでいるでしょうから、よく探してみなさい。まあ、要は地球は一周するから、南に行くと北に出るって、そういうことね。まあ、そんなことよりアイテム2つよ、これゲットしたい。あれ、これ何、小さなメダル。え、これ何。本当に単なる穴が開いてるってこと。ここは何個、2個。わしは預言者、そなたらはここに来るのをずっと待っておった。魔王の神殿はネクロゴンドの山奥、やがてそなたらは火口のじゃなくて火山の火口にガイアの剣を投げ入れ、自らの道を開くであろう。預言者ってすげえな。力の秘密、開運の本。ここら辺はもう全部性格関わるやつかな。まあそうだね、開運って運が良くなるっていうのはいいよね。ラッキーボーイとかさ、超ラッキーボーイとかなりたいよね。ラックの辺り、これで終わりか。
せっかく来ていただいたのに売るものが何もありません。そうだ、私が昔聞いた噂をお売りしましょうって何？ガイアの剣はサイモンという男が持っていたそうです。お題いりませんよ。こいつはもう商売の才能全くないな。じゃあここはこれで終わりかな。いやー、最後の鍵ではなかったな。そうするとどこだ。じゃあとりあえず南に行こう。南に行って北に出てきて草原がどうのこうのって。ここら辺ってさ、敵強くなかったっけ。しびれクラゲ。いや、まあ海じゃなくて大陸の話ね。なんか氷河魔人とか出てきた気がするんだけどな。ベギラまで一網打尽にする。打ちもだしは任せろ。まあ、一応草原があるって言ってるんで行きましょう。おお、これはどうやって行くんだっけ。上でいいんだっけ。なぜこんなにも全然違った。どっち側だ。とりあえずじゃあ左上に行こう。うお、出てしまった。マジでわからん。さらにさ、こんなところにさ、なんかあったら、うん、無理だよね。ないから。どこだ？おお、あったあったあった。右上の方か。こうして人に会うのは何年ぶりじゃろう。おお、そうじゃ。いつぞや海賊たちがおかしな骨を置いていって以来じゃな。まあよい。ところでお前さんたち変化の杖を知っておるか。まあ、知らん。何にでも化けられるという杖じゃよ。サマオンサの王が持っていると聞いたが、最後の鍵があれば旅の扉を使いサマオンサに行けるというぞ。やっぱり最後の鍵だ。それを手に入れないと話にならん。シルクハット、ゆずちゃんが手に入れたね。装備はできない。誰も装備できない。売ろう。まあ、こうやって情報を集めつつ、やはり最後の鍵があれだね、必要だね。そうするとマジでどこだ。これはもう海をさまようことになるな。全く覚えてないからな。そして世界地図を見てもわからん。なんかポツンとねあればね、そこに行くんだけど、浅瀬がどうのこうのって言ってたかな。とりあえずアリアハンに飛ぼう。アリアハンはここか。ちょっと待って、やっぱりランシールに飛ぼう。うわ、ダーマンに飛んでしまった。間違えた。ランシール。敵は？うわー、ゴートドンってどうなの？強いのかどうか。ダメージあんまり食らわないね。いや、全然効かねえじゃん。ベギラマンはさ効かなくて、バギは効くってどういうこと？どうしようかな。ちょっとあかねちゃんのマジックパワーが減ってきたから寝よう。とりあえず、いや、最後の鍵誰か情報くれ。わからん。ポルトガの灯台の人なんて言ってたっけ。もう忘れたな。こいつはどうせ消え去りそうがどうのこうのって言ってくるんでしょう。これはちょっと自力で探すしかない。
やーマジでわからん。マーマン、効かないか。うおー、ルカナン、とりあえず船でもう世界中を旅するしかない。なんかもうちょっとこう地図を細かく見れないかな。ここはだってもうあれでしょ、北極の方でしょ。言ってしまえばガニラスは絶対硬いよこいつ。いやめちゃ硬いわ。おお、バギ、まあ、魔法で攻められるのは結構でかいな。やはりここら辺のパーティーが一番バランスいいよね。で、そういやここら辺ってなんか村なかったっけ。あー、これはなんだ。こいつなんだ。旅の者か。そなたらを見ているとわしの若い頃を思い出すの。わしも昔はオルテガという勇者様のお供をして冒険したものじゃ。オルテガ様は火山の火口に落ちて亡くなったそうじゃが、わしにはまだ信じられぬ。え、それはいいよ、宝よ宝。よし、小さなメダル、もう用はない。こいつなんでこんなところに住んでる。にゃん、はい。ではここから南4つの岩屋の真ん中を調べてみてください。にゃん。ここから南って言ってたよね。世界樹の葉があるところか多分。まあ一応行くか。あー、この4つの、あ、わかりやすい。よし、これで少しは楽になるかな。これはもう1個しか取れないんで。ただよ、本当にもうマジで最後の鍵がどこにあるのかわかんないな。とりあえずアリアハンへ帰ろう。で、じゃあ寝て終わりにしますか。で、最後の鍵はちょっと調べておこう、次までに。おお、そうだ、ここはハーレムだった、ハーレム。うん、もっと地高よれ、ベッドは一つしかないからねって。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回は最後の鍵ですね、取るところから始めていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。